遅い遅い、しまった。かなちゃんのあのフェイント何？いるフェイント。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はかなちゃんの秘密というアプリをやっていきたいと思います。かなちゃんの秘密、あと 200m って何やろ。はい、スタート。 How to play。 かなちゃんにバレないように尾行せよ。画面をタップすると隠れます。要は振り返りそうになったら隠れればいいっていうこと。隠れれてないけどねあれ。はい、スタート。エピソード1、あと 200m。 あった、しまった。あ、は、離れすぎてもいかんってことか。なるほどね。しまったじゃねえわ。ただのストーカーでしょ。キャー。今度は遅かった。くー、いやでもさ、振り返ってキャーって言われてもね、普通に同じ方向なだけかもしれんやん。別にそんな、そんなね、めっちゃ顔が近かったとかいうわけでも。ちょっと待って、油断しちまったぜ。油断しちまったぜ。よし来い。来るか。見切った、しまった。ニューって出てきようんやけど、何？隠れる時のポーズがなんか図鑑とかに登録されるってことかな。あとこれなんかコンティニューするたんびに、遅い遅い、しまった。コンティニューするたんびに距離が縮まっていきよるってことは、完璧に最初からってわけじゃないってことなんかな。ほら、また190からや。え、これタイミング難しくない？しまった。これ隠れてないよね。待って、ゲームオーバーにしかならんねえけど。しまった。え、難しくないこれ。え、絶対めっちゃ難しいよね。でも距離だけは縮まっていけるっていうこの怖さ。はっ、おお、やった、初めて成功した。今だ。怖い、その方が変態やけん怖いと思うんやけど。やばいやばい、だって女装やん、頭普通やったし。それならまたカツラまでかぶろう。見えているぞ、しまった。難しい、え、めっちゃ難しいんやけど。何、みんなこれ普通にできるんかな。怖い。エピソード1がなかなか最後まで見れない。甘いな。お、いや怪しすぎる。あ、怪しすぎるよ。僕を見くびるな。おーっと、今のセーフなの。でもこれはこれでさ、なんかバナナの皮で滑って転んだ人無視して生きよるみたいな。かなちゃん、もうちょっとコツを掴んできたんじゃないかこれは。やります。あー、ダメだー、くそー。何、変わり身の術。ちょっとずつ上手くなってきたかなっていう感じはするんやけどな。来い。無駄です。声の意味もちょっとわからない。無駄です、何が。来い。あった。結構なんか多少振り返ったぐらいの時でも大丈夫っぽいかなこれ。見切った。あー、しまった。見切ってない、見切れてない。2回ぐらいまでが限界やな、ちょっと。くー、これ、これさ、あれなんかな、ゲームオーバーをクリック。事件現場。やばいやばいやばい、しんどるけど。めっちゃ笑顔。ゲームオーバーを繰り返してあと 0m とかになってもいける感じ、クリアになる感じなんかな、わからん。え、でもじゃなかったらこれも永遠にクリアできん。来い。さっきからね、このなんか顔は隠せとるかもしれんけど、でも怪しい人であることに、今だ、しまった。怪しい人であることに違いはないよね。しかも定期的に振り返ってそれがおるけん、ついてきよるってこともわかるはずなんやけど。
ているぞ。それを見えてるのはあなただよ。しかも隠す方向逆だからね。甘いな。かなちゃん側隠さないと意味がないから。僕を見くびるな。あー早かった早かった来い。エピソード1 はいドロン。やりますね。あーしまった。クソ早すぎたか。結構な小走りでついていきよるよね。絶対足音する。エピソード1来い。まだ大丈夫か。無駄です。ああ。しまった。え、なんかめっちゃ粘ったね、かなちゃん。どうした、ゲームオーバー、吹けた。くそ、来い。振り返りそうで振り返らない。今のも大丈夫なのマジで。くわー。はい、コンティニュー。エピソード1見切った。これ顔は丸見えな気がするけど隠れてるのかそれは。遅い遅い。しまったかなちゃんあのフェイント何いるフェイントこのストーカーにつけられているというのに余裕だな。しまった全然違うタイミングでしてしまった。エピソード1よし来い。めっちゃ普通に振り返られためっちゃ普通に振り返られた。くそー違うんだ。誤解なんだかなちゃんエピソード1来い。ありゃりゃムカつく。ありゃりゃちょっと可愛い感じの。はあ、くあーダメか。自由の女神。はい、エピソード1来い。今だ。くあ全然ダメや。どこからその紐コンティニュー。エピソード1よし来い。あダメ。きしょ油断しちまったぜ。振り返られる。エピソード1よし来い。見えているぞ。しまった。全然ダメ。顔顔透けてる鳩。はい、エピソード1来い。甘いな。よしちょっと突き指しそうな勢いで来い。僕を見くびるな。なんでなのか。なんかめっちゃ小さくなったよ。どういう状態。小人。子供ではないよね。エピソード1なかなかうまくいかん。え、全く無理なんやけど。ゲームオーバーばっかりやん。エピソード1よし来い。やりますね。よし、これ私に向けてのメッセージかな。やりますねっていうのは。来い。無駄です。よし。何？何か爆破、爆破でもするのやばい。いけるぞ。 100m 切った。おっと、なんかちょっと笑顔で振り向いてない。ちょっと楽しんどるよね、確実に。かなちゃん、お、ついてきてるついてきてるみたいな。え、てかさっき顔あった。え、かなちゃん顔あったよ一回。マジで。ほんとめっちゃ普通に見よったけど初めて会った。びっくりした。絶対これ楽しんどるよね、さっきの顔的に。ミニミニサイズに。よし来い。ありゃりゃ。90m 切った。ちょっ
ちょコツをつかめてきたような気がする。そして振り返る頻度も高くなってきたような気がしなくもない。竹馬、私竹馬苦手なんよね。できるようになりたいと小学生の頃めっちゃ思いよったけど、カンポックリでやっとみたいな感じ。カンポックリ完璧に上に乗れるし、足場も安定しとるもんね。見えているぞ。何が？スカートの中か？小さいし小さいサイズになったから。甘いな。お、これはいける気がする。やっとこさいける気がする。まだか。ふう、あぶねえ。あー、振り返られた。振り返られた。しまったぜ。あー、マジか。ダメだった。よし、来い。エピソード1。よし。僕を見くびるな。どういう特殊能力の持ち主なんだこの人は。来い。はっ、ガード。多分今ね、こう建物の中に潜んどる犯人からガードしよるはず。やりますね。モザイクかかった。そしてこのね、たまに来るかなちゃんの顔、あれはなんかサービス、無駄です。サービスショット的な。後ろの方書いとるし。ストーカー、怖いよ。しまった。はやとちり、はやとちり。くそー。はい、エピソード1頑張ります。お、50m 切った。うー、2回もフェイントが入った。見切った。あー、3回。マジでそんなに、そんなにフェイントします。くそー。はい、エピソード1。これエピソード1だけじゃないよね。このゲームどうなん。おっと、ダメだった。そして悲鳴を上げるときには顔が消えるという。くそー。はい、エピソード1。来い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 。あー、40m 切った。遅い遅い。くわー、ダメなのか。ダメだった。そして何種類あるんだ、気になるぞ。エピソード1。よし、来い。もうこれ距離的にあとちょっとやけんね。くわ、しまった。マジで、マジでフェイントちょっと、つら。はい、エピソード1。まだ大丈夫。はい、30m 切った。そろそろ目的地に着くんじゃないの？サンタさん。サンタさん、ちょっと見られちゃ、見られちゃダメなんじゃない今度は。それ逆に。おう、ちっちゃい。ちょっと、これは目的地はどこ？家？キャーキャーキャー。油断しちまったぜ。こっちもキャーだよ、ほんと。よし、来い。エピソード1。振り返りそうで振り返らない。 20m 切った。くっ、何回だ今。おっとですよね。そろそろ振り返ると思った。ボールも飛んできた、ちゃんと。はい、来い。見えているぞ。何がだ。めっちゃ笑顔。もうちょっと。おっと、怖い。甘いな。おお。一桁に入るよ。はい、10m 切った。もうあとちょっとやん。僕を見くびるな。中世ヨーロッパのみたいな。どうだどうだ。おっと、もう 4m 刻んでる。目合っとるよねこれ、確実に。目合ってますよね。飛んできてるこの男の人と。お、いいやん。怖い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 。ストーカー、本当にストーカー。え、
これで家を知って何なの？え？え？入ってったけど。え？何してんの？怖い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 。犯罪者。そういうオチ？そういうオチ？え？どういうことだ？コングラチュレーション。あ、なるほど。エピソード1しかないんや。びっくりした。エピソード2、3って続いていくのにめっちゃ詰まっとんかと思った私。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。絶対あれ途中からかなちゃんは、もう、あ、ついてきてる、ついてきてる、ふふふ、みたいな状態やったはずやけん。だって楽しそうやったもん。